どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 IHG ANA 国内ホテル2泊すると1泊無料プラスダブルマイルキャンペーンっていうのがね来ましたので、こちらね解説やっていきたいというふうに思います。このキャンペーンねかなりすごいですよね。 IHG のホテルにですね2泊すると1泊無料になってですね、さらに積算マイルがですね2倍になるということで、さらにですね朝食までついているということで、かなりね強烈なキャンペーンという風になっておりますんで、ぜひね参考にしていただけたらなという風に思います。もちろんですねこちら GoTo トラベルキャンペーンもですね対象という風になりますんで、かなりねお得に利用できるのではないのかなという風に思います。ではね今回のキャンペーンの概要なんですけども、 IHG ANA 国内ホテルに2泊すると1泊無料になって積算マイルが2倍になるっていうキャンペーンになります。キャンペーンの期間なんですけども、予約期間が2020年の10月1日から12月の30日まで、宿泊期間が2020年の10月1日から2021年の3月31日までっていう風になっております。こちらね2泊して1泊無料になるということで、最低宿泊期間っていうのはですね2泊という風になりますんで、こちらはですね覚えておくようにしてください。今回のキャンペーンの予約に関してなんですけども、公式サイトですね、こちらの動画の概要欄にですね貼っておきますんで、そちらからね行うようにしてください。でですね今回このキャンペーンはですねダブルマイルということで、マイルがね2倍積算されるわけなんですけども、本来 IHG ANA ホテルに関してはですね1ドルにつき3マイルがね貯まるっていう風になっているんですけども、今回のキャンペーンですねこちらが2倍っていう風になります。仮にですね3万円の宿泊代金だった場合ですね、1ドル110円だった場合で計算するとですね272ドルからまあ273ドルぐらいになるわけなんですけども、272ドルでですね計算した場合は816マイルがね付与されるっていった形になるんですけども、これはですね倍になるっていった形になりますんで、1632マイルがですね貯まるっていった形になります。かなりねお得なんではないのかなっていうふうに思います。またですね今回のキャンペーンは IHG のリワードポイントではなく ANA マイルをね積算するということで、設定がね必要というふうになりますんで、この点はですね本当にね注意していただけたらなというふうに思います。ですのでこちらはですね設定が必要というふうになりますので、もしですね設定画面でですね積算を IHG のねポイントにしている方はですね ANA マイルにね切り替える必要がありますので、こちらね確実に行っておくようにしてください。それではですね実際の設定方法についてなんですけども、設定に関してなんですけども、スマートフォンのアプリでね解説していきたいというふうに思います。まずですね IHG のアプリケーションね開いていただいて、トップ画面からですね右上にですね名前が記載されていると思うんですけども、その隣にですね人のアイコンがねあると思うんですけども、こちらをですねクリックしていただきます。そうするとですねババッとねステータス等々がね出てると思うんですけども、ここのですね下の方にプロフィール管理っていうね場所があると思うんですけども、そちらをねクリックしていただきます。そうするとですねアカウント情報と選択っていうのがですね出るっていった形になると思うんですけども、そこでですね選択をですねクリックしていただきます。そうするとですねちょっとね時間がかかると思うんですけども、一番下の方にですね加算の指定っていうのがですねあると思うんですけども、こちらをですねクリックしていただきます。そうすると IHG のですねリワードクラブポイントなのか航空会社のねマイレージっていう風になりますんで、こちらねマイレージをクリックしていただきます。そうするとですね下にマイレージプログラムがね出てくるっていった形になりますんで、こちらですねマイレージクラブとマイレージクラブのね番号、あとねお名前ですね、こちら入れていただくっていった形になります。入力が終わりましたらですね、こちらの加算の指定の画面にですね戻るっていった形になりまして、航空券のですねマイレージになっていただいて、下にですね ANA マイレージクラブがですね表示されているっていった形になります。こちらに関してはですね今回のキャンペーンではダブルマイルをね受け取るためにはこちら確実にねやっとく必要がありますんで、こちらはですね覚えておくようにしてください。それでは次に実際の予約方法をね解説していきたいなというふうに思うわけなんですけども、公式サイトをですね
ね概要欄に載せてあるっていう話をさせていただきましたんで、そちらにアクセスしていただくとですね、下の方にスクロールしていっていただくとホテル一覧がね出てくるっていった形になりますんで、こちらねお好みのホテルをですね選択していただけたらなっていうふうに思います。ここではですね ANA インターコンチネンタル石垣リゾートですね解説させていただきますけども、こちらねもともと結構ね高いホテルになってるっていった形になるんですけども、こちらホテルをクリックしていただくとですね、もうこちらねトップページにですね対象プランがね出てくるっていった形になりますんで、まあ、かなりね分かりやすいかなっていうふうに思います。でこの画面もですねまた下の方にスクロールしてっていただくとですね、宿泊人数をですね入れるとプランがね表示されるっていった形になります。今回ですね大人2名でね検索させていただきましたけども、こちらですねすでに10月はですね満室っていった形になっておりまして、11月だとですねちょっとこんな感じでまだね空室がある感じになっているわけなんですけども、まあ、あくまでですねこちらは私がね今動画で作っている時間帯でですねこのぐらいの空室があるわけなんですけども、もしかしたらですねこの動画見ている方がですね検索したらもうかなりね埋まっているかもしれないので、その点はご了承いただけたらなっていうふうに思います。それですね11月の27日から2泊でね9万円ということですんで、こちらでね検索していきたいなと思うわけなんですけども、まあ、2泊で9万円ですからねかなり高いかなっていうふうに思うわけなんですけども、ここからですね GoTo トラベルキャンペーンのね割引が入るっていった形になりますんで、こちら 35% オフになりますんで3万1500円がね割引になるっていった形になりまして、5万8500円の支払いと地域クーポンが1万3500円っていうふうになります。この価格についてはですねまあまあ高いかなというふうに思うんですけども、一応2泊っていうことになっておりまして、朝食もですねついているっていった形になりますんで、まあ1泊計算するとですね29,250円ぐらいっていう風になりますんで、個人的にはですねお得なのではないのかなっていう風に思います。次ね紹介させていただくのはアメリカンエクスプレスのクレジットカードを保有している方、またですねこちらは1ヶ月前ぐらいだったと思うんですけども、アメリカンエクスプレスの特別オファーということでこちらね参加された方限定にはなってしまうんですけども、アメックスのキャンペーンですね、こちら特別オファーということでインターコンチネンタルホテルで3万5000円利用すると9000円のねキャッシュバックが受け取れるっていうねキャンペーンがやっておりますので、こちらを併用できるっていった形になりますんで、先ほどの5万8500円の金額からですねさらに9000円ね割引がね受けられるっていった形になりますんで、4万9500円と地域クーポン1万3500円っていった形になります。またですねこちらはダブルマイルっていう風になりますんで、こちら1ドルね110円で計算した場合になるわけなんですけども、こちらね540ドルっていった形になりますんで、1ドルね3マイルもらえるということですんで1620マイルがねもらえて、それが倍になるっていうことですんで3240ANAマイルがねもらえるっていった形になります。ですので全部をまとめるとですねアメックスのキャンペーン入れると4万9500円の支払いで地域クーポン1万3500円、3240ANAマイルがねもらえるっていった形になります。最後にですねこちらは IHG ということで GoTo トラベルキャンペーンについてはですねステイナビからクーポンね発券していただいて利用するっていった形になりますんで、この点はですね覚えておくようにしてください。利用方法についてはですねちょっとマリオットのね動画にはなってしまうんですけども、直接方法予約のね解説した動画でですねステイナビのクーポンの発券方法を解説させていただいておりますんで、こちらの動画ね概要欄に URL 貼っておきますんで、ぜひね参考にしてみていただけたらなっていうふうに思います。こちらの動画の概要欄にですね目次っていうのがね作ってありますんで、そちらね時間クリックしていただくとこちらのステイナビのところだけねピンポイントで見ることできますんで、こちらもですねぜひ利用してみていただけたらなっていうふうに思います。いかがだったでしょうか。今回は IHG ANA 国内ホテル2泊宿泊すると1泊無料キャンペーンっていうのをですね解説させていただきましたけども、今回ですねもともと結構が高いね石垣島の ANA インターコンチネンタルホテルで解説させていただいたので、まあ結果の金額もですね高いっていった形になるんですけども、他にもですねリーズナブルなホテルっていうの結構ありますんで、もしね皆さんが行きたいホテルがあればですねぜひねこのキャンペーン乗っていただいてですね ANA マイルもね貯めていただけたらなっていうふうに
思います。またですね、ホテルによってね異なると思うんですけども、エグゼクティブクラブラウンジをですね有償でつけるっていうこともできるみたいなので、ホテルの方に聞いていただいて利用したい方はですね、有償にはなりますけども、ぜひね利用してみていただけたらなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットモンモンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。